日本史、岩崎弥太郎とその後、土佐藩の重役、後藤象二郎に長崎出張所の経営を任された岩崎弥太郎は、長崎で土佐藩を脱藩して海運会社の亀山社中を経営する坂本龍馬と出会い、意気投合する。酒を酌み交わしながら将来への夢を何度も語り合った二人だが、龍馬は暗殺され、弥太郎は龍馬の夢を必ず実現することを心に誓うのである。岩崎弥太郎とその後を詳しく見ていこう。岩崎弥太郎は土佐の国、秋の地で浪人、岩崎弥次郎富和の長男として、1834年に生まれた。父の弥次郎は、囲碁僧と呼ばれる酒飲みの頑固者であった。弥太郎も父に似て頑固者で、大ぼら吹きの若者であったが、学問に出会い、従者として江戸へ出て朝霞根斎に学ぶと、工学心に燃える青年に成長する。帰藩した弥太郎は、父と庄屋の争いに巻き込まれ入牢するが、牢で知り合った囚人から、そろばんと商売の手ほどきを受ける。出獄後、弥太郎は蟄居中の吉田東洋に学ぶ機会を得て、東洋の義弟、後藤象二郎と知り合う。東洋が藩政に復帰すると弥太郎は、引き上げられ、役人となる。東洋は武市半平太が率いる土佐勤王党に暗殺されるが、前藩主の山内陽道に抜擢された後藤象二郎は、弥太郎を藩の物産販売の長崎出張所である土佐商会の主任に任命した。長崎には土佐藩を脱藩して海運会社、亀山社中を営む坂本龍馬がいた。後藤は龍馬の脱藩罪を許す代わりに亀山社中を土佐藩専属とする話を持ちかける。亀山社中の資金繰りに困っていた龍馬は興味を示し、亀山社中は土佐藩の海運及び海軍組織の海援隊として新たにスタート。海援隊の管理を土佐商会の弥太郎に任せた。龍馬と弥太郎は意気投合して何度も酒を酌み交わしながら、将来の夢を語り合うが、龍馬の夢は果てしなく大きく、世界中の海に亀山社中の船を走らせたい、と熱っぽく語った。しかし龍馬は志半ばの1867年、大政奉還の約1ヶ月後に、盟友の中岡慎太郎と京都、大宮で暗殺される。弥太郎は龍馬の、世界中の海に船を走らせたいという夢を実現するため、全身全霊を注いでいくのである。明治維新後、土佐商会を譲り受け、やがて三菱商会とした弥太郎は、1871年明治4年、台湾出兵を契機に、半官半民の日本国郵便汽船会社との競争にも勝利する。国内や海外の海運会社と価格やサービス競争で競り勝ち、国内の貨物船の約7割を所有するまでに成長する。しかし政争に巻き込まれ、やがて政府の方針が三菱を潰してしまおうという方向へ傾いていく。1878年明治11年、大久保利通が不平士族に暗殺され、長州出身の伊藤博文と肥前出身の大隈重信が後継者争いを演じる。1881年明治14年に、開拓使長官で薩摩閥の黒田清隆が、同じく薩摩出身の政商、五代友厚へ、官有物を不当な廉価で払い下げようとしていることが発覚。自由民権派から追及された。この時、長州閥の伊藤は、黒田に追及して攻撃している黒幕は大隈だ。と吹き込み、薩摩閥を味方に引き入れた。そしてこの明治14年の政変で大隈は参議を罷免され、伊藤を中心とした薩長閥政治が始まる。1882年に大隈重信が立憲改進党を結成するが、資金提供しているのが三菱だという噂が広まる。西郷隆盛から三井の番頭丼と揶揄された井上馨が中心に三菱への攻撃が始まる。農商務卿の西郷継道は渋沢栄一、増田隆らに資金を援助、共同運輸会社を発足させ、三菱汽船と競わせ、
果てしない運賃値下げ競争が始まる。まさに三井財閥と三菱財閥の政治を巻き込んでの争いが展開される。政府では、長州閥の品川彌次郎が反三菱の発言をすれば、土佐出身の土方久元が三菱擁護の主張を展開。政府内や新聞市場でも、泥仕合の論戦が繰り広げられた。彌太郎はこの時すでに、胃がんに侵されていた。腹痛に耐えながら陣頭指揮に立ち、三菱の社員たちを励ましていた彌太郎だが、この激しい競争で病状が悪化し、入院するとやがて危篤に陥る。明治18年2月7日、彌太郎は急に大声で、医者が驚くほど鮮明な声で、弟の矢之助に長男久屋の補佐を頼むなどの遺言を伝えると、静かに息を引き取ったという。まだ52歳の若さであった。この年、三菱汽船は共同運輸と合併され、日本郵船として発展していく。そして三菱は、二代目矢之助、三代目久屋、四代目小屋田へと引き継がれて、大きく発展していくのである。